はい、どうも翼です。ですね、35歳事務職男性の給料について語ります。例えばね、他にも給与明細書集めたものを再生リストに並べてますので、見たい方は再生リストからお尋ねくださいませ。では行きます。基本給が168,800円、勤務手当が17,000円、資格手当が15,000円で、住宅手当が10,000円、時間外手当が75,151円。で、大体まあ、総支給額が、30万2020円ほどですかね。はい。健康保険が12,000円。厚生年金が23,000円。雇用保険が1,200円。所得税が6,530円。住民税が11,100円。排除合計が54,000円。差し支給額が、247,070円ほどですかね。終わります。